こんにちは、ダイスです。今回はミートピアやっていきましょう。今日の動画では SNS 上で見つけたすごいミーたちをご紹介していこうと思います。まずはじめにミーにアクセスしたりもらったりするためには、最初のこちらのページの真ん中ボタンミーを押します。ここでアクセスキーを入力していくのでやってみたいと思います。こちら私のミーたちのアクセスキーです。よかったら使ってみてください。メニューボタンを押すとミーを増やすっていう項目があるので、そちらから真ん中のインターネットのアクセスキーでもらうを選択して入力していきます。最初の方はこちら、ベッキーさんのミーたちです。中を見ているとマリオのキャラがめちゃくちゃ多いです。まず一番最初にいるのがグーイージー。グーイージーはルイージマンションに出てくるキャラクターになります。でこっちも64マリオとか遊んでた方とかいろんなところでも出てくると思うんですけど、マリオに出てくるボムキングです。そしてこういう感じで任天堂のハードも作っているのがあるんですね。これスイッチのコントローラーになってます。その他だとキャラクターだとデイジー、めちゃくちゃ可愛い。これもヘイホーで、クッパジュニアですね。あとはペーパーマリオのマリオで、普通のマリオとかもいたりとかしますね。お博士もいます。ヨッシー、ヨッシーすごい、ちゃんと目のところまばたきしてる。どうやって作ってるんだろう。かなりすごいですね。この辺あの昔のマリオとか悪いジーが入ってます。ちょっと違うけどスポンジボムまでいますね。こうマリオキャラってあの人間じゃないですけど、キャラクターとしてそのまま作れてるのが本当にすごいなって思います。もうこの辺ドンキーコング系がいますね。あ、ドンキーコングいました。これも、マリオオデッセイで出てきた、ポリーンですね。市長で出てきた女の人です。私も作りたかったけど無理だったんですけど、これほんとすごい。この辺なんかドンキーですね。ドンキーファミリーが結構います。すごい。この辺のマリオが最近のマリオ系の顔になってるかな。髪型とかもこうですよね。帽子かぶってないマリオです。これにあのマリオのミーでもらえるスーパーマリオの衣装を着せたらそのままだと思います。すごい。でワリオ、隣はピーチ姫、そしてクッパ。クッパかなりすごいです。眉毛のところとかもクッパそのままだし、目のところちゃんとまぼたきするので目がそこにあるんですよね。最近発売になった 3DS マリオのフューリーワールドに出てきたフューリーシャドウですね。形はねルイージみたいな感じなんだけど、シャドウ役で出てきた敵キャラになります。いろいろいますね。うわ、ここにもいました。色違いでスイッチドッグ、あの犬にしてあるんですけど、そのままな感じです。これも64のマリオこんな感じですよね。でこれ多分8ビットの時のマリオ。うわ、すごい、パックンフラワーだ。この辺ちょっと可愛いマリオになってます。あ、テレサがいますね。タヌキチとこれモナリザですね。モナリザもいるし、クリボー、すごい、虎とかできるんですね。わ、顔すごい。わ、目のところそれ、そこだけ。動物もできるんだ。いや、かなりすごいです。
で下の方に行くと先ほどスイッチのハードあったんですけど、実は今までのハードもあるんですよね。動物の森からもこんな感じでいろんなところに入ってます。すごい。あ、この辺ちょっとかわいい。え、マリオルイージ系です。いました、これ。 Wii U すごくないですか。ちょ、メガネついてるんだけど、 Wii U と Wii めっちゃかわいいですよね。これリモコンどうやって作ってるのか全くわかりません。そして 3DS 遊んでた方も多いんじゃないかなって思いますね。 3DS で、これはスーパーマリオの8ビットのやつですね。スーパーマリオメーカーとかでも8ビットマリオあると思うんですけど、それの表現になります。そしてこの下の段、ここに任天堂 DS があります。 DS と 3DS ってボタン配置が違うんですけど、それも全部違うように作ってありますよね。あれ、ぐるぐるっていう、あの左側の白ボタンがあるのが 3DS なんですが、こんな感じです。すごいですよね、ハードこんな感じでできるんだって驚きました。あとカービィキャラもね結構いたりとかしますし、こうドンキーコングで出てきたファンキーとかね、そのあたりもしっかりいます。お、キングテレサ、これ LINE メッセージのアイコンかな。すごい、この辺全部いますね。あ、ノコノコが何種類かいる。ちょっとあの怪我しちゃってるやつとかいますね。かわいい。ブンブンとかもいます。あ、キノピオそのまんまですね。色違いでいろいろいるし、あ、なんかキノピオ探検隊ここできそうな感じしますね。すごい。して下の方を降りてくると、この辺もマリオキャラで入ってますね。え、あ、待って、これあれかな、ボスパックンとかかな。なんかすごいのいる。おー、出て大王もいました。で、カービィ、え、待って、ナイフ持ってる。カービィ、攻撃的なカービィいますね。すごい。はい、こんな感じで、いろんなの作れるのが本当に驚きです。めっちゃ可愛い。アラビッツとかもいますね。え、キノピオめっちゃ可愛い。個人的にはバーって見たんですけど、本当に驚いたのがこれです。 Wii U とか 3DS とかのハードを作れるっていうのにめちゃくちゃ驚きました。はい、こんな感じです。すごいですよね、どうやって作ってるのか、マジでびっくりします。で、気になる方はアクセスキーこちらから見ることができるので、ぜひ見てみてください。本当にすごいですね。そう、クッパとかマリオとかかなり多いし、本当にパックンとかキノピオとかまるで作れてて、すごい。こうなんかプラグとかもある。いやー、びっくりです。で、この辺めちゃくちゃそのままですもんね。はい、ということで、こんな感じで見せていただきました。ありがとうございます。続いてこちらも海外の方です。リッサさんの作っているミーたち、パーって見た感じナルトキャラがすごく多いです。で、まずはこちらガーラ、すごいですよね。愛っていう字も入ってるし、砂隠れの里ガーラってこんな感じですよね。ちょっと大人になった時のガーラかなって思います。そしてロックリー、めちゃくちゃ眉毛が印象的だけどそのまんまです。そしてサスケ、嫌味な男に入ってる、あれ。で、ナルトです。ナルトはこれは多分初期のナルトの方ですね。ボルトになると大人になってるから多分そっちではないような感じがします。そしてサクラ、ミスタークイズマンがサクラです。あ、長寿もいる。長寿かわいい。そして、
L はデスノートのキャラになってます。待って、センクドクターストーンキャラまでいます。まあ、センク初めて見ました。めちゃくちゃクオリティ高いですね。すごい。あ、ここにもクッパがいます。あ、しずえさん、めちゃくちゃ可愛い。背ちっちゃいしめっちゃ可愛い。動物の森キャラだとしずえさんもいますね。あと顔なしがいます。支える兵士右。待って、顔なし支えるの、え、そうなの。なんか本当にいろいろ多岐にわたっていますね。はあ、これね、知ってる方もいると思うんですけど、エドワード・エルリック、鋼の錬金術師の主人公ですね。え、エルリック兄弟、あれかな、エドしかいないかな。アルもいてほしかったな。ちょっと大人になってる感じだと思います。そして鬼滅の刃、禰豆子。禰豆子ほんと可愛いですね。ほんとに可愛い。すごい。お、煉獄さんです。昨日の動画でちょっとご紹介した煉獄さんとは髪型が違う感じになってます。いろんな表現あると思うんですけど、こっちもすごい、すごいですね。で、リンク、あれ？頼りない蝶々に入ってますよ。マジか、いろいろいますね。ほんとすごいな。お、モノクマ、弾丸論破とか見てる方だとご存知かなと思います。モノクマもいる。あとちょっと怖いけどミッキー、これちょっと怖いな。へえ、いや、すごい。あ、ベビーピーチがいる、かわいい。ニンテンドーファンのキャラにベビーピーチ当ててるみたいです。めっちゃかわいい。すごいね。あ、ジライヤ発見しました。ナルトキャラ、ナルトキャラ多めですね。はい、こんな感じです。いや、本当にね、ナルトキャラ多めで作ってあるみたい でいろんなキャラクター合わせれば、確かにあれですね、盗賊とかに絵柄したいなと個人的に思います。こう、本当にすごい。どうやって作ってるんだろう。へえ、はい、めっちゃ可愛いですね。はい、では次の方の見ていこうと思います。続いてはマットさんの作っているミーたちです。基本的にアニメ系のキャラクターが多くてすごく楽しいです。で、まずはこちら、ボンクレイ、ワンピースキャラですね。他にもワンピースのキャラクターもいるし、他のアニメキャラもいるので見ていこうと思います。そうですね、他だとこれバズライトイヤーのバズですね。そう、ディズニー系のキャラもいたりするので、そっちもね、一緒に見ましょう。で、めちゃくちゃ可愛いです。やっぱりマリオとかは結構いろんなところにいたりとか、あと禰豆子ちゃんもいろんなところにいますね。ワンピースキャラだとこの段にウソップと、あとルフィがいます。ルフィめっちゃ似てますね。髪型も確かにこんな感じです。他だと下の方に行くと、お、これドナルドダックのアニメに出てくる3体です。すごい可愛い。そして太鼓の達人ドンちゃん、めっちゃ似てますね。他にもドクターストーンのスイカがいます。めちゃくちゃ可愛いですよね。さっきセンクいたんですけど、こっちにはスイカです。へえ、あ、ピッコロ大魔王役ではないみたいですね。ブロリーを昨日の動画でちょっとご紹介したんですけど、こっちにはピッコロもいます。いろんなの作ってる方がやっぱり多いんですね。で、この辺は、ジーニー、アラジンに出てくるやっぱり魔法のランプの魔人になってるジーニーめっちゃ似てます。とこの辺白雪姫で出てくる7人の小人
の中の3体ですね。海外名になってるんで名前は多分違うはずなんですけど、先生もいるしっていう感じで3体いますね。あ、ネスがいます。わ、ネス帽子の表現すごい。かわいい。スマブラ遊んでる方だとね、ネスもしかしたら知ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、ネスもいるし、ポパイ、あ、スヌーピーもいますね。へー、線で作ってるんだ。いや、本当にびっくりしますね。なんかいろいろ見てる感じだと、こう人間系のキャラもそうじゃなくてっていうキャラもやっぱ作ることはできるけど、どうやって作ってるのか本当に謎です。こう線の描き方の違いでこうやって印象全然違いますもんね。この辺も、あ、ゼウスだから、これあれですね、ビッグマムのところのゼウスかな。ワンピースに出てくるゼウスがいました。へえ、確かにこんな感じ。ナミがね、ゼウス連れて行ったりしましたよね。かわいい。そう、いろんなのいるので、気になる方はこちらのアクセスキーから、覗いてみてください。ありがとうございます。いや、本当ワンピースキャラが何体かいるのがすごく嬉しいです。それでは次の方の見ていこうと思います。はい、こちらの方です。公開してるのが一体ビッグマム、ワンピースのビッグマムリンリンの公開がある方です。で、他はね、非公開になっているのでお名前とかはちょっと伏せておこうと思いますが、海外の方ですね。すごいですよね、リンリンゼウスがいたので、ちょっとね、リンリン作ってる方もいらっしゃったので、こちらも出してみました。ありがとうございます。すごいね。ワンピースのキャラクターってサンジとか、あと、まあ、ロビンとか、いろいろ麦わら海賊団にっていうのもやっぱり多いんですけど、他のところの海賊団のキャラ作ってる方も多くて、 SNS で探すとめっちゃ面白いです。ちなみにアクセスキーはこちらになります。他のところは非公開になってるんですが、ビッグマムだけは受け取れるようになるので、なっているので、気になる方はアクセスキーに、アクセスしてみてください。ありがとうございました。はい、ということで今回は SNS 上で見つけたすごいミーたちご紹介してみました。私が見つけたものほんの一部になるんですけど、人のキャラじゃないやつも作ってる方も多くって本当にびっくりしますね。また機会があれば動画でご紹介できたらいいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。もし動画でミーを取り上げてもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、コメントにアクセスキーを書き込んでいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!